相手は学生だ。名セリフです。気づいたか。名セリフです。いいの。皆さんこんばんは、シーサです。トミーです。こんばんは。さあ今回もやってまいりました、トミーとシーサの2人きりの戦いということで、はい、すごいですね、トミーさん。はい、最重要機関点、このタペストリーが何百枚ホールの中にあるんだろうっていうぐらい天井からも島の上にもありますけれども、はい、 そうですね、それだけ重要な店舗ということなんですね。そういう意味でございます。そういう意味ですよね、はい。さあというわけで今回貴重なキセラ川西店さん閉店後にお邪魔しておりますが、なんと今回ですね、寝台入れ替え初日の閉店後ということで、そうですね、はい、まあ、いくつか最新機種が導入されているんですが、はい、その中で今日はパチンコの導入機種を売っていこうじゃないかということになってます。はい、はい、今回チャレンジするのは P コードギアス反逆のルルーシュでございます。いや楽しみですね。そうですね。コードギアスはトミーさん、はい、アニメ自体はご覧になられました？アニメはちょっとだけですけど、はい、いや逆にすごいですよね。ちょっと見てちょっと見て見らずに終わったっていうのはすごくないですか？これ好きな方は分かると思うんですけど、ちょっと見たら止まんなくなるドラマ、止まんなくなるアニメですよ、はい、ちょっとで終わったのか。じゃあぜひ今日パチンコ打ちながら、そうですね、また演出見ながら、はい、あ、やっぱアニメ見直そうかなと思っていただければ、はい、いいなと思います。スペックの方がね、非常に興味深いスペックになってますから、はい、そのあたりも、はい、打ちながらお話ししていきたいと思います。それではよろしくお願いします。します。さあというわけで今回ですね、はい、こちら P コードギアス反逆のルルーシュ、僕は大好きなアニメなんですよ。はい、もう登場を待ちに待ってました。まあ、パチンコでは何回かね、あのシリーズ出てますけれども、はい、まあ、今回そうですね、またまあ、スペックというか演出の見せ方、大当たりの見せ方が斬新な台ということで、まあ、そのあたり見れたらなと思います。はい、じゃあ打ちながらいきましょうかね。よろしくお願いします。せっかく今日から稼働が始まった、まあ、最新台を打ってますんで、はい、簡単にスペックぐらいはちょっとお話ししておきましょうか。そうですね。まあ、一応こちらですね、ミドルタイプとなってまして、大当たり確率が約 319.7/1 というタイプのミドル機種になってます。で、まあ、右打ちのコードギアスチャンス突入率が通常時は約 64% で、右打ち中の、継続率が約 91% という、まあ、そういうスペックになってます。でへそ入賞時の大当たりのラウンドの振り分けは4ラウンドオア9ラウンドで、右打ち中が4ラウンドオア7ラウンドオア10ラウンドということで、まあ、ラウンドもね結構こういくつかに振り分けられてますので、もちろん右打ち中は10ラウンドをいかに取れるかでかなり手玉も左右されるという感じですね。結構この当たりを引いて時短プラス保留の何回転で突破できればラッシュ突入っていう、その一種二種の突破型って言われるものが結構今までこう出てきて、まあ今回のコードギアスもまあ そういう類じゃないですか。だから正直、あ、突破型ねって、あ、シンフォギアタイプかなって思ったんですけど、これがこうよく見てみたら全然違うっていう。そうなんですよね。右打ち中のコードギアスチャンスがあるんですけども、ここに新たにギアスラッシュっていうのが搭載されて、要はこうラウンドストック方式の大当たり、ラウンドをストックしていって残りラウンドが20ラウンドありますよとか30ラウンドありますよとか、もちろんパチンコの仕組み自体は変えられないんでそういう見せ方をしてるんですけど、それがね斬新だなと思いましたね。そうですね。ですからまあその新フォギア的な要素もありながら、はい、まあ今高稼働しているゲンさんの要素も兼ね備えてるんで、はいはい、そうですよね。ちょっと新しいというか、新しいですよね。まあ、ちょっとゲンさんで皆さん大体まあ慣れてきたというか、まあ中には飽きられてきてる方もいらっしゃるかなって中で、はい、新しい刺激になるんじゃないかなと。そうですね。継続率が約 91% っていうのもさることながら、まあ、ゲンさんの場合はとにかく高速消化高速出玉というところだったんですが、はいはい、今回のこのコードギアス反逆のルルーシュも高速消化でありながらじっくり演出も楽しめるっていう、こうバランスのいい、あのコードギアスチャンスがね、非常にいいなと思いましたね。お、すごいね、この
ギガスのエフェクトも。さあ保留の中にちょっとルルーシュのシルエットですかね、今紫保留隠れてます。ギガスもマークがついて、お結構シンプルな筐体だなと思ったんですけど、光り方が斬新ですね。あと液晶のクオリティすごいですね、富さんこれ。いやそうですよ、奥行きがあるというか、はあ、おお、キミック発動終わりにしたが、さあ、通常時の演出なんですけど、大きく分けるとゼロ系予告と、まあ、ギアス系の予告とあるんですが、こちらがですねギアスゾーンと言われる、まあ、チャンスゾーンですね。ここからどういう発展が見られるか、ここが赤が3つぐらいまでいけばいいんですよね。あ今1個なんで、そうですね、はいはい、あロロかな、あダメか、ここで誰が出てくるかっていうところでしたけど、まあロロがいて、そしてシャルルがいて、まあシーツなんかもいてという感じで、まあロロは期待度的にはちょっと低めのキャラかなと思います。あ2個目おか、あとはどこに発展するかですよね。あ発展なんですかね、長いな、長いですね。まあ、ロロはこう時間を止めるギアスを持っているので、あ、まあ、ギアス能力者の誰かが出てくるかっていうところだったんですが、あのシンフォギアのあれみたいですよね、あピンクで止まるような、ね、あれが長ければ長いほどいいっていう、そうですね、あの時間が消えたら当たりみたいな、その要素もちょっとねあるのかなと思いますけど。さあ、あ砂漠出てきた、ゼロ降臨です。かっこいい、めちゃめちゃ立体的ですね。これで、まあ、CG リーチに発展ということになりますね。はい、コーネリアとのバトルですけれども、コーネリアとカレンでバトルで、これがランスロットだったら期待度が高めになるというところですね、まあ、さらにガウェインが参戦したら、まあ、熱いという、そういうバトルリーチになりますね。今回は CG リーチ、コーネリアとカレンですね。さあグロースターを撃破せよ。ガウェイン参戦は多分このバトル中だと思うんですけど、あ煽りが来ましたね。ここでガウェイン参戦なら熱いですけど、ガウェイン参戦せず、まあ今のこの CG リーチまでの流れがちょっと見てみましょうね。はい外れですね。まあもう一回言うと、通常時の、まあ、予告系が大きく分けてゼロ系の予告とギアス系の予告がありますということで、今ギアス系の予告から、ゼロ降臨予告が入って、ギアス系の予告からゼロ系の予告が入ったんですよね。で CG リーチに発展した、まあこういう感じの流れなんでしょうね。通常時どちらかの予告が入って CG リーチが来るか、ストーリーリーチが来るか、まあ、アニメーションのリーチが来るかというところで、ゼロだけにゼロ図柄がやっぱり強い図柄なんですね。一番ゼロ点はなんか大当たりの、ね、大当たりの期待大というか、もうほぼ当たるんじゃないかと言われてますね。あれ気候なキセラカニステンさん、犬飼ってます？犬飼ってないです。ずっと犬鳴いてません？なんかあれあれっすね、ジャグラーの設定の変更の音ですねいやわかりますけど、犬、あレインボー、あレインボーだったよ今、あビビったびっくりした、あのどれかってことですね。いきなりレインボー出てきたのでびっくりした。質綺麗だな。あゼロ降臨2回目です。先ほどは CG リーチに発展してグレン錦と、グロースターのバトルに行きました。さあ今回、あストーリーリーチ行きましたよ。地蔵めのユフィです、ね、コードギャス見られた方はもう涙なしでは見られない名シーンでございます。地蔵めのユフィ、おクレン錦が掘りを変えてくれる、変わらない。僕アニメを見て泣くことってめったにないんですけど、さすがにこの地蔵めのユフィの時は耐えれなかったです。はい、泣いたんすか。いやもうルルーシュのバカ、ルルのバカって心の中で思いながら、それぐらい名シーンです。いやほんと切ないですよ、こう儚いというか。アニメで泣いたって言ったら僕もう蛍の墓以外ないですね。いや僕はちょっとこれは胸打たれましたね。
あれこれ魔人が生まれた日の煽りじゃないですか。続けば続かなかった。ルルーシュ・ビブリタニアが命ずる、我に従え。魔人が生まれた日は 見ました。あ、いやいや、ちょっと見た、多分見てないな、これ。見てます。見てないな多分。いや、あの本当にさらっと、はい。じゃあ C2 の、まあ、C2 って名前がちゃんとあるんですけど、もともと結局その C2 の名前を明かしてくれなかったんですよ、おアニメで。おずっと気になって、ルルーシュはでも知ってるんですよ。おでも言わないんですよ最後まで。お劇場版でも言いませんでしたんで。おだから未だに気になってます。あ、なんすかそれ。さっきもありましたねこの演出。そういうのはこっち見てないんで、めっちゃ強そうに見えるんですけど、ちょまだまだなんともっていうところですかね。あ、でも3まで行ったな。3まで行った。あ、チャンスアップ。これギアスドライブ行くんじゃない。行きました、行きましたね。さあそちらもギアス系の予告ですけど、これで2個。はい、あ、今1個、これ1個ですね。よし、行こう。3個来い。よし、3個。あ、おお、あ、魔人が生まれた日、タイトルも赤。まだ2個ありますよ。あ、チャンスアップをストックするっていうところですね。でもう一個あるから、これがどこで来るかですよね。これギアスドライブ熱いですね。ギアスドライブ中はギアスをストックして、ストックした分チャンスアップにつながっていくっていう。しかも発展先、おお、7点。どうした、打たないのか。相手は学生だ。名セリフです。名セリフです。打っていいのは打たれる覚悟があるやつだけだと。なんだ。ルルーシュ・ビブリタニアが命じる。おーい、 いやー、さすがに当たるでしょう。それはもう、いやー、7点で魔人が生まれた日ですよ。気持ちいい。お見事。しかも7つからなんで、これコードギャスチャンス直行ですね。いやー嬉しい。いやー今の名シーンはちょっといいですね。いいですね。ふぅ、生きてるって嘘、全く変わらない世界に飽き飽きして。あー、でも嘘って絶望で諦めることもできなくて。何この入り方、大当たりの鳥肌やばえ、何、大当たり中はこの続きが見れるんですか。これはめちゃめちゃいい。ちょっと他のメーカーさんの全く関係ない機種の話なんですけど、あのパチンコもスロットも大当たりを引きました、はい、で BGM 流れます。わかります、わかります。ストーリーが流れます。これがあのご本家のシティハンターのゲットワイルドシリーズがそうなんですよ。もう言おうとして、それあのシティハンターのゲットワイルドシリーズを思い出した。わかるわ、その鳥肌です。あれうまい、あれうまいっすよね。あれうまいっすよね。わかる、そんな感じですね。そうですね。いや、ゾワーってくるんですよ。 あれいいわ。これはめちゃめちゃようできとる。さあというわけで、ここからですね、コードギャスチャンスは
時短が11回オア250回とでプラス保留が4回でここからがね面白いんですけど、お願いしましょうか。あ、一応ブラックリベリオンがあるんですね。あ、どっちでも大丈夫です。これいきます。はい、すみません、僕7勝手に確定と思ってましたけど、そうじゃなかったら終わることあるんですね。突破してください。 ありますあります。 70% が5回転ですから。まあここは誰が参戦するかでまた期待度変わってくるっていうことですよね。ラクシャータ、ちょっと弱いんですかね。そうですね。さあ、おお、まあ結局これが5回転で1000まで行けば大当たりっていうことで、そうですね、まあ、突破ということですね。おお、頑張った。あと100、 あと101、あ、ね、緑ですから、あ、もう大丈夫、まあ、いけるでしょ。いけます、いけます、ゼロ。わあ、え、ふだよ、七図柄の大当たりはラッシュ、ラッシュコードキャプチャンス確定じゃないじゃないですか。いや、でもトミさん、はい、めちゃめちゃ貴重な当たりを見せていただきました、いや、僕本当に7はもうそのままコードキャプチャンスに行くと思ってたんで、7は行かないっていうのが分かってよかったです。行かないですね、はい、はい、お、なんだ、後期以上が欲しい。あ、お、ゼロテンパイ煽りですけど、今の赤でしたね。赤でしたんで、ちょっとこれはいけいけいけ、見たい。おー、いった、ゼロテン。七図柄もちろん強いんですけど、一番強いのはゼロ図柄です。ちょっとね、どこに発展するかも楽しみですね、いやー嬉しい。これね、ギアスドライブも1回も入ってなくて本当に静かだったんですけど、最強ゼロリーチ、かっこいい、最強ゼロリーチ。うわー、そうだ、俺がゼロ、我に従え、最高です。もうなんて美しい 3D ですか。一人の少年ルルーシュ・ランペルージュによって世界は大きく変わろうとしている。はい、結ぶぞその契約。綺麗事で世界は変えられないから。めちゃめちゃかっこいいですね。しかもこれ時短250もらえるんじゃないですか。ああ、全部のストーリーが詰め込まれてます。結果という答えがある。やば、これはいい、そりゃそうでしょう。レインボーのギアス、いやー、トミさんやりましたよ。やりましたね。じゃあトミさんが見せれなかったコードギアスチャンスをね、こちらの台でお見せしたいと思います。あ、やっぱこういう入りなんですね。金7とどっちが偉いんだろうな。金7だったらコードギアスチャンスまで確定なんですけど、そうですね、やっぱ金7の方が強いのか。まあ9ラウンドボーナスですね。とりあえず9ラウンドボーナスです。
いやーよかった、まあ、0点、よかったですね。0点がいかに強いかっていうのが分かりましたね。うん、